テギ州は、ベネズエラ北東部の州。多くの観光客を引きつける美しいビーチで知られる。主要都市には、州とバルセロナのほかプエルトラクルスやエルティグレがある。1810年にクーマナ州から分かれ、独立の英雄であるホセアントニオアンソアテギにちなみ、名付けられた。州とバルセローナは1677年の建設。1909年に、 現在の行政形態に落ち着いた。国の北東部に位置し、東でモナガス州及びスクレ州と南でボリバル州と西でグアリコ州と北西でミランダ州とそれぞれ接する。北でカリブ海に臨む。2001年の国勢調査をもとにした2007年の推計で総人口は147万7900人である。 州経済はベネズエラで最も重要な天然資源の石油に依存しており、ラテンアメリカ最大手の石油科学企業、補正石油コンビナートが牛耳っている。機関産業にはこのほか、漁業や観光業が挙げられる。州は、下記の21ムニシピオからなる。括弧内は、各ムニシピオの中心都市。アナコシ、アラグアシディエゴバウティスタウルバネオハシフェルナンドで、 ペニャルベール氏フランシスコデカルメン・カルバハル氏、フランシスコデミランダ氏、グアンタ氏インデペンデン,デンシア氏、ホセ・グレゴリオモナガスシフアン・アントニオ・ソティジョ、シフアン・マヌエル・カヒガル氏・リベルタ氏、マヌエル・エセキエル・ブルス・アル氏、ペドル・マリア・フレーテス氏、ピリツ氏さん・ホセ・デ・グアニパ氏さん・フアンデ・カピストラーノ氏、サンタ、アナシ・シモン・ボリーバル氏・シモン・ロドリゲス氏、シル・アルトゥール、マグレゴル・シム・ニシピオの行政区画。 図中の番号はリストと対応している。ありがとうございます。